間からは4番ストダシも接近、直線の攻防。今度は先頭ストゥーティに変わった2馬身リード、追って4番ストダシが2番手、あとは外からは5番赤い鳥の娘、内から2番ファインルージュ、その後方10番アールドビーブル、その後方18番サトノレイナスが追い込んでくるが、200を切って先頭ストダシが先頭、ストダシが先頭、ファインルージュが追っている。5番赤い鳥の娘、外からはサトノレイナスが接近、4番手から3番手、2番手に接近するが、4番のストダシだ、ストダシゴール、外18番サトノレイナスはわずかに及ばず、4番のソダシです。汚れなき純白の女王誕生。